私はみゆき、夫のたかしと5歳の娘と暮らす専業主婦だ。あけみー、いい加減に起きなさーい。はーい。じゃあ。あれ、たかし、もう行くの？ああ、行ってらっしゃい。ママおはよう。なんかパパ怒ってた？別に、いつものことでしょ。夫のたかしはサラリーマン、真面目な性格で普段から口数も少ない。付き合っていた当初から会話が弾まないことも珍しくなかったし、デートもきっちり割り勘っていうタイプの人だった。面白みには欠けるけど、真面目で誠実な人だと思っていたし、明美が生まれてからは不愛想なたかしの性格もあまり気にならなくなっていた。ねえたかし。ん？今度の休み、明美と3人で買い物に行かない？ほら、お中元のお返しを選びたいし。それよりコーヒーを新しく買えたのか？ええ、今日スーパーで安かったから。ん？何をしてるの？このコーヒー、値段は安くても内容量を元に比較すると安くはないな。ちゃんとこういうところも調べなきゃダメだぞ。今度の買い物には俺は行けないから、明美と2人で行ってきてくれ。その前にお返しが必要ないただき物を全部ここに並べて。え？私はたかしに言われるがまま、もらったお中元をテーブルに並べた。これは部長にもらったお酒だな。たかしはいただき物を1点ずつネットで調べ始めた。その金額を調べながらお返しの予算を一人一人決めていたのだ。昔からケチな性格だったけど、最近はますます加速したようだ。私が何か買い物をしてくると細かく値段を調べる。そうして何事も損か得かだけの天秤で判断するたかしにはいい加減ついていけないと感じていた。そんなある日。おい、帰ったぞ。ちょっと、お酒飲んできたの？大丈夫？そんなに飲んで。ほら、お水。今まで見たことのない泥酔した状態でたかしが帰宅した。よほどお酒を飲んで前後不覚の状態なのだろう。たかしは驚くことを言い出した。まったくふざけやがって。彼氏がいるだ。冗談じゃねえってんだ。今までお前にいくらつぎ込んできたと思ってるんだ。え？何の話？こいつだよ。どういうこと？キャバクラ？何回も通ってやったのによ。はぁ？なんとたかしはキャバクラの子に熱を上げ、足しげく通って口説いていたという。しかも私には最低限の生活費だけしか渡さないくせに、その子には何度もプレゼントを渡していたというのだ。呆れた。普段はあんなにケチで、私が散々生活費を節約して明美に不自由させないようにやりくりしてるのに。翌日。おはよう。ああ、だるい。昨日ちょっと飲みすぎて、帰ってきたところの記憶が曖昧なんだよ。確かにだいぶ酔っていたみたいね。今日は朝食取らないで会社に行くから。ほんと、何も覚えてないのね。あ、何か言った？いや、別に。前日のことを全く覚えていない様子のたかしは、普段と変わらない様子で会社に向かった。やっぱり無理だわ。頭を冷やすためにも一度実家に帰ろう。今後のことで昨夜から悩んでいた私は、置き手紙だけを残して明美を連れて実家に帰ることにした。たかしには一度自分のことを見つめ直してちゃんと反省してほしい、そんな思いだった。でもその日の夜。あ、たかしからだ。はい。おい、実家に帰ったって何を勝手なことしてるんだよ。夫が疲れて帰ってきてるのに晩飯もないなんてどういうことだ。勝手なことをしてるのはどっちよ。昨日のことを覚えてないの？私が生活費を切り詰めてるのに女の子のプレゼントに使うなんて冗談じゃないわ。だがたかしはとんでもないことを言い出した。俺が俺の稼いだ金をどう使おうが関係ないだろう。誰に食わせてもらってると思ってるんだ。え？専業主婦のお前が俺と離婚してお前らが路頭に迷っても知らないからな。あなた、それ本気で言ってるの？当たり前だろ。俺は別にいつ離婚したっていいんだぞ。どっちが困るのか考えてみろ。たかしの言葉に何かが冷めていく感覚を覚えた。わかりました。もう結構です。私もたかしの顔を見たくないので帰りません。それが気に食わなくて離婚したいのならば離婚しましょう。私はたかしに言い返すと一方的に電話を切った。売り言葉に買い言葉ではない、離婚の覚悟が決まった瞬間だった。ねえあけみ、パパがいなくなったら寂しい？別に寂しくないよ。パパいつもいないし、ママさえいてくれたら平気。そっか、この子のために頑張ろう。あけみの温かさを感じ、二人だけで生きていこうと胸に誓った。それから数日後、私とあけみが暮らす実家宛てに大量の段ボールが送られてきた。差出人はたかしからで、私とあけみの荷物が詰められていた。その段ボールの中には、ご丁寧に夏印まで済ませた離婚届まで入っていた。
たかしにとっては私どころか明美までもが家族ではなく厄介な荷物でしかなかったのだ。ひょっとしたら独身に戻れたと思って喜んですらいるのかもしれない。私も決意して離婚届を役所に提出した。さて荷物を片付けないと。あれ、これ亡くなったたかしのおばあちゃんがくれた着物だ。それは私が結婚したばかりの頃にもう着ないからと、たかしの祖母が大量に私にくれたものだった。生前のおばあちゃんは私を本当の娘のように可愛がってくれた。でもたかしと離婚した今となっては何のつながりもない他人の関係になってしまった。この着物も私に譲ってくれたものとはいえ、たかしにとっては形見でもある。どうしよう。私は離婚届を出した報告も兼ねて、着物も私がもらっていいのかメッセージを送った。そんな古臭い着物なんかいらないよ。お前がもらったものなんだから俺には関係ない。そっちで処分してくれよ。わかった。改めてたかしの人間味の薄さを感じたが、もう顔を合わせることもない。私は蓄えてきたわずかな貯金をたかしと折半し、明美の養育費を一括で払ってもらう形で別れた。さてこれからどうしよう。いつまでも実家に住んでいるわけにいかないし、アパート探さなきゃ、家賃も抑えなきゃいけないし、どうしよう。こうしてアパート探しを始めたが、ここで困った問題が起きた。おばあちゃんがくれた大量の着物を置く場所が邪魔になる。着物は保管も難しく、狭いアパートで取っておくことは困難だ。やっぱり何着かだけ残して処分しないといけないわよね。おばあちゃん、ごめんね。そうして私は業者に相談に行った。ごめんください。おお、これはすごい着物ですね。全部大島紬といってかなりの価値がありますね。一着でも数百万のものもあるんですよ。え、そんなに高級なものなんですか？そうですね。そういえば亡くなったおばあちゃんは昔は茶道の先生をしてたって言ってたな。でもどれもそんな高級な着物だったとは。これだけあれば相当な金額になるでしょう。どれも状態が良いのでうちで引き取りますよ。そうですか。思ってもいなかったことで驚いたが、私はそのうちの2着だけを持ち帰ることにし、残りは買い取ってもらった。その後金銭的にもかなり余裕ができたことで、私と明美は当初考えていたアパートよりも家賃が高いマンションに引っ越した。2人で暮らすには十分すぎる広さだ。気持ちに余裕ができたことが作用したのか、私は条件面で恵まれた仕事も決まり、生活面での心配もなくなった。それから数ヶ月後、生活も落ち着いた頃、明美を実家に預けて、私は一人でおばあちゃんのお墓参りに行くことにした。その時だった。え？たかし。みゆき、どうしてこんなところに？おばあちゃんのお墓参りに来たの。それより、たかし、その学校、どうしたの？笑いたきゃ笑えよ。小汚い身なりをしたたかしと出会い、たかしは語り始めた。離婚後にたかしは生活費を使い込んでいただけでは足りず、会社の経費をごまかしてキャバクラに通っていたらしい。結局それがバレて会社を解雇されてしまい、無職となり住んでいたマンションも引き払って今は実家で暮らしているのだという。お前は随分裕福に見えるけど、どうせ新しい男でも捕まえたんだろう。あんたみたいな色ボケと一緒にしないでくれる？私を助けてくれたのはおばあちゃんよ。あんたが捨てろってよこしたおばあちゃんの着物が何百万もの値段で売れたのよ。そのお金で今は何不自由ない生活をさせてもらってるの。何？あんたがいらないって言ったメッセージも残してあるから、今さらあんたのものにはならないからね。あんたは物の値段を細かく調べてたけど、結局あんたの目には本当に大切なものが何かだけは何一つ見えてなかったのよ。ぐっ。それじゃ。あの時のたかしの悔しそうな顔を私は一生忘れない。損か得かの天秤でしか物も人も見れなかったたかしは、おばあちゃんの真心も見抜けなかったのだろう。私はおばあちゃんのお墓に両手を合わせ、改めてお礼の報告をした。どうもありがとう、おばあちゃん。着物は2着だけ残して明美との生活に使わせてもらいます。残した着物の一つは淡いピンクに白い雪が静かに降り積もるみゆき、もう一つは海辺に昇る朝日が鮮やかな明美の名前にぴったりの着物だ。いつか明美が大きくなった時にまたお墓参りに来よう。二人でおばあちゃんの着物を着て元気な姿を見せたいと思うのだった。